熊区間伏、港区間伏、港区間伏、1867年5月18日、慶応3年4月15日から1941年、昭和16年12月29日は、日本の博物学者、生物学者、民族学者。生物学者としては、年金の研究で知られているが、キノコ、ル類、コケ、シダなどの研究もしており、 さらに高等植物や昆虫、小動物の採集も行っていた。そうした調査に基づいて生態学、エコロジーを早くから日本に導入したことが注目される。民族学研究上の主張として十二指向、南方随筆などがある。その他にも投稿論文、ノート、日記の形で学問的成果が残されている。英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、 ラテン語、スペイン語に長けていたほか、漢文の読解力も高く、古今東西の文献を少量した。クマグスの言動や性格が奇抜で、人並み外れたものであるため、後世に数々の逸話を残している。クマグスは、和歌山県に生まれ、東京での学生生活の後に、渡米、さらに、イギリスに渡って、大英博物館で研究を進めた。多くの論文を表し、 国内外で大学者としてなお知られたが、生涯を在野で過ごした。熊楠の学問題系は、博物学、民族学、人類学、植物学、生態学など様々な分野に及んでおり、その学風は一つの分野に関連性のある全ての学問を知ろうとする膨大なものであり、書斎やな地産中にこもって勤しんだ研究からは、 マンダラにもなぞらえられる知識の網が生まれた。1893年、明治25年のイギリス滞在時に、科学雑誌、ネイチャー史上での星座に関する質問に答えた、東洋の星座を発表した。また、大英博物館の閲覧室において、ロンドン抜き書きと呼ばれる旧古都語の書籍の筆者からなる、ノートを作成し、人類学、考古学、宗教学、 セクソロジーなどを独学した。さらに、世界各地で発見、採集した、地位、金類や、科学史、民族学、人類学に関する英文論考を、ネイチャーと、に次々と寄稿した。生涯で、ネイチャー史に51本の論文が掲載されており、これは、現在に至るまで単緒としては、歴代の最高記録であるとされている。帰国後は、和歌山県田辺町、現、 田辺氏に居住し、柳田国よらと交流しながら、卓抜な知識と独創的な思考によって、日本の民族、伝説、宗教を広範な世界の事例と比較して論じ、当時としては、早い段階での比較文化学、民族学を展開した。菌類の研究では、新しい種70種を発見し、また、自宅の柿の木では、新しい属となった年金を発見した。 民族学研究では人類雑誌、郷土研究、太陽、日本及び日本人などの雑誌に数多くの論文を発表した。日付は1872年まで旧歴。熊楠は博物学者として紹介されることが多いが、時代としてはすでに博物学は解体されており、熊楠の活動はその面では完全に植物学の分野に収まる。 クマグスの専門分野は、いわゆる因果植物である。東京時代に、アメリカのカーチスという学者が生涯に菌類を6000点収集したとの話を聞いて、自分は7000点を集めることを決心したとの逸話がある。しかしながら、クマグスが生涯で最も時間をかけていたのは、実は、喧嘩植物の収集であったらしい。渡米前には、日光などで、また、 アメリカでも各地で植物採集を行い、帰国後は和歌山県南部の各地で多量の植物採集を行い、それらの標本は保存状態はともあれ多くが残されている。初期のものは台紙に貼った正式なお芝標本の形に整えられているものが、たが後期のものの多くは新聞紙に挟まれただけである。またいくつかには詳細な書き込みや細部の図が付けられており、 そのようなものからも彼がしっかりとした植物学者としての知識を持っていくことが伺える。ただし、クマグス自身は高等植物に関して専門家であると発言していない。しかし、自然保護運動にせよ、引火植物の研究にせよ、高等植物に関する知識がその下地を作っていたであろう。クマグスについては年金のことが取り上げられることが多いが、クマグス自身は 因果植物全般を専門にしていた。クマグスは非常に多くの標本を作成し、それらを図として残した。炭水草類についても多くのプレパラート標本が作られたのはわかっている。ただし、この分野についてはクマグスが発表したものも少なく、また標本の保存も良くないため、詳しいことはわかっていない。菌類のうち、キノコについてもクマグスは、 多くの努力を費やした。感想標本も多く作成したが、クマグスは、キノコの採取地図に、専門的な記載文を付けたものを3500枚も、作成した。クマグスの標本を検討した、年金学者の萩原博光はこれについて、南方ほど多くのずっと記載文を残した研究者は、少ないだろうと述べているという。年金については、クマグスは、 古くから関心を持っていたのは、間違いないが、初期にはむしろ植物や炭水藻類に努力を傾けており、標本の様子などから見て、その勢力が注がれたのは田辺に今日定めてからで、あるらしい。クマグスは六千点以上の変形菌の標本を残し、数度にわたって、変形菌目録を発表した。クマグスが発見した新種は十種ほどがあり。 中でもタホコリにはクマグスの名が残されたことでよく知られる。しかし、萩原はクマグスの先進性を別のところに認めている。タホコリは生きた樹木の樹皮に発生するもので、このような環境に生息する変形菌の研究は1970年代以降に注目されるようになったものであり、また1990年代に注目されるようになった。 にに発生する年金にもクマグスが注目していた、ことが分かっている。このように広範囲の分野に多くの研究を行っており、その残されたものから判断すると、クマグスが高度な専門家であったことは間違いない。しかしながら、クマグスはこれらの分野において、ほとんど論文を発表していない。これは、出版された論文をもって、正式な業績とみなす科学の世界では、 致命的である例えば年金の分野では、クマグスは数度にわたって目録を発表しており、クマグス以前には日本から36種しか記録されていなかった日本の年金賞に178種を追加した。これだけでもクマグスは変形金研究の歴史に大きな名を残している。しかし、例えばクマグスは新種を記載してはおらず、 クマグスの手になる新種は、すべて他の研究者によって発表されたものである。これは、キノコの分野でも同じであり、そういった観点からは、クマグスに対しては、優れた観察者及び、コレクター、萩原、1999、P245 という評価しかできない。ネイチャー誌に掲載された論文の数は、約50法、日本人最高記録保持者となっている。 これについては、熊楠が目指していた金類図説が、もし発表されていれば、また評価は違ったかもしれない。ただ、熊楠自身の残したメモや日記、手紙類から、熊楠の学問について推測するための努力は、今も続けられている。学問とは直接につながるものではないが、熊楠は、自然保護運動における選択としても評価されている。 特に神社合司令に反対運動を起こしたのは、それによって多くの神社の鎮守の森が失われるとお危惧したことによる。これに関しては特に田辺湾の小島である上島の保護運動に力を注いだ。結果としてこの島は天然記念物に指定され、後に昭和天皇が行幸する地となった。熊楠はこの島の珍しい植物を取り上げて保護を訴えたが、 地域の自然を代表する生物群衆として島を生態学的に論じたこともあり、その点で極めて先進的であった。長男の熊次、長女の文江ともに子がいなかったため、熊楠直系の子孫は途絶えた。熊楠の実定であるツネクスの木の家系は、世界一等という作り酒屋として現在も続いている。方クマ熊楠検証会関係者を中心に、 熊楠日記等の研究や評伝が刊行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。